ジェフ・ウォーカーは、イギリス・イングランド出身のヘビメタル・ミュージシャン。デスメタル、グラインド・コア・バンド、カーカスでの活動で最も知られる。カーカス祭結成時のルウェー公演カーカスの主たる、作詞家でもある。カーカス活動前には、パンクロック・バンドエレクトロ・ヒッピーズで活動していた。また、カーカスが1995年に解散すると、 カーカスの他の二人のメンバーと共にヘビメタル、ハードロックバンドブラックスターを結成し活動した。同バンドは、その後にブラックスターライジングにバンド名を変更したが、それから間もなく解散した。また、ミュージシャンとしての活動に加えて、数枚のアルバムのディスクジャケットのデザインも手掛けており、その中には、ナパームデスのファーストアルバム、スカムも含まれる。 また、ロンドンのクラストパンクバンド、アックスグラインダーのアルバム、ザライズ・オブ・ザ・サーペント・メンのデザインや、リバプール出身のデスメタルバンドダイアマンシアンのロゴのデザインも手掛けている。また、ダイアマンシアンのファーストアルバムでは、プロデューサーも務めた。その一方で、ウォーカーは、求心的な活動家として、リバプールでは有名だった。特に、 ハントサボタージュ等も行ったことがある。ウォーカーはカーカスで同僚のビルスティアーと共にネクロシスレコードというレコードレーベルを短期間運営していた。同レーベルはカーカスの所属するイヤーエークレコードのサブレーベルとして活動しており、ノルウェーのカダバーやアメリカ合衆国のリプルションといったバンドと契約していた。ウォーカーはビルスティアーと共に BBC の SF コメディテレビドラマ、宇宙船、レッドドワーフ号に出演したことがある。ウォーカーは、第3シリーズ第5話、タイムスライズで、劇中のバンドスメグザ・ヘッツのベーシストガッツァとして、出演している。2006年には、ジェフ・ウォーカーディ・フラファースの名義で、ソロアルバム、ウェルカムツー・カーカス・カンド・トゥリーをリリース。 同アルバムでは、ヘビメタルの影響を受けつつもカントリーロックや、ブルースロックの楽曲を演奏している。このアルバムには、カーカスで同僚だった、ビル・スティアや、ケン・オーウェン、ヒムのメンバーも参加している。ウォーカーは、ナッパ・アムデスのアルバム、ザ・コード・イズ・レッド・ロング・ライブ・ザ・コードで、セッションボーカルとして参加したり、ディス・イズ・メナスに参加したりしている。フィンランドのグラインドコア、 デスメタルバンドの2 s e p ー r a t e the fresh from the bones のライブにも参加したこともある。2006年よりブルヘリアでも活動。2007年からはカーカスを再結成し活動を続けている。再結成後にはバッケンオープンエアにも出演した。2013年にはカーカス17年ぶりの新アルバムをリリース。ありがとうございます。